よし、ちょっと続きやっていきましょう。あ、雨降ってきてない？あれ？おす、おー、雷。え、ここまでなの初めてじゃない？雷すごいんだけど、マジで。今日やりたい話があって、ホテルのイベント。久々だね。2ヶ月ぶりぐらいですよ、おじさん。初手飯もない、寒さをしのぐ手段もない、体力も回復できない、ご飯もないで、マジでプレイとしてやばすぎるよな。あった！失敗？え？ごめん、結構いい身なりになって帰ってきたけど。はい、ドブロクありやす。虹色のクソが出るほどうまいグーラッシュを使ってやろう。あーし、ちょっと続きやっていきましょう。前回、あれやね。なんだっけ。バイトしたんだよな。バイトできるようになって、あ、そうか、お金が貯まりすぎてる問題が起きたのか。そうか、そうか。バイトできてお金貯まりすぎてる、あ、やばい、ちょっとなんかしゃがんだ。ちょっと久々すぎてわからん。あ、ダーニー。久々の会話がそれかい。お金貯まりすぎてる問題があるから、ちょっとお金をね、消費したいんだよな。ごろつきに会いたくないからな。一旦。あ、雨降ってきてない？あ、マジ、お前じゃないわ。金もくれんし。古着屋。あ、いいじゃん、いいじゃん。古着屋さんなんてあったんだ。高っ。何がいいのがいいな。カリスマが上がるのがいいな。あ、でもこれポケット増える。600円かないな。これカリスマ増えるな。しかもこれ300円か。買うか。バカ。おい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 。待ってって。あれ？おす、おお、雷。え？ここまでなの初めてじゃない？下で行け。お金はね、減らしといて多分いいから。よし。じゃあちょっと久々に、我がネジオに帰るか。一旦。雷すごいんだけど、マジで。なんか雷だとあれとかあるのかな？なんか、より何かが起きるとかあるかしら。いや、マジで雷すごいなぁ。ただいま。とんでもねえ雨だな、マジで。コインだ。すごい。現金入っとるやんけ。珍しい。ちょ、一旦ゴミ箱ダイブとかもしながらね。ゴミ箱ダイブのパラメータも上げないとさ、アグネスのイベント次できないんだよな。買い物とかもしたいんだけど、今日やりたい話があって、それが、あれのイベントなのよ。ホテルのイベント。わかった。ホテルのイベントやりたくて、で、ホテルがさ、さっきのさ、バイトのあたりにあったじゃん。そうそう、工事したとこね。そう、だからそこに行って、ちょっとバイトじゃなくて、ホテルのイベントを、ちょっと進めようかなって思います。あのホテルのイベント多分結構大事なんだよな。戻ってきたぞ。第1回の場所にな。バイト受けるだけ受けとこうか、これ。別に受ける分には期限なさそうだったもんね。公共工事、下水の清掃作業。やるか。この辺？これだ、これだ。ここだ、ここだ。はい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 。で、ここベンチもあるから、まあ、ちょっとあったかさがどこかで、どっかであれがあってくれるといいんだけど。よいしょ。うい。久々だね。久々だね。2ヶ月ぶりぐらいですよ、おじさん。何もわからない、俺が、初手にやったクエスト。今思うとさ、マジでさ、クエストやる前にさ、やるべきこと、めちゃめちゃあったよな。初手飯もない、寒さをしのぐ手段もない、体力も回復できない、ご飯もないで、ここに来てたの、マジでプレイとしてやばすぎるよな。よかった、いろいろ気づけて。もう今の俺はね、もう、身なりもちゃんとしとるしな。結構ちゃんとしてるよ、食べ物。
これなんか夜になってさ、暗いみたいなのが出たんだよね、確かね。てか、あれか、指輪を探すみたいなのが出て、捕まっちゃったんだ。終わったよ。で、じゃがいもでしょ？じゃがいもはね、ちょっとどこだったか覚えてないから、クエストで、どこに行くんだ、これ。どこ？このバッテンか。これか。OKOK。Let's move us。じゃがいも、じゃがいも。スイカ？スイカってなんで今買おうとしたんだこれ。スイカ買うクエストあったっけ。いやマジであの時のと全然違うな。てか5度でもさ体温下がってないんだよね。あんまりこれって着てるものがいいからなのかな。なんか前5度とかだとさもうどんどん体温落ちてっててどうすればいいんだってなって終わった記憶があるんだけど。めっちゃ快適。あ、いや無理だよ。俺もホームレスだからな。はい。すいません。あ、おい、もういい人やね、ほんとね。やさっさ。これでホテルサービスね。で、肉を分けてくれるんだな。ゴミ箱ダイブの経験があるようだ。ちょっと、指輪をなくして、これね。これね。これが、ここなんだよ。で、鍵を開けるんだけど、まず着替えよう。ホームレスモード。チェンジ。なんか、これで、人に見つかっちゃったんだよ確かな。え？人来るかもしれんもんな。あった！なんか、当たり前だけどやっぱいいものあるな。あ、やばいやばい。よし。あの頃の俺とは、一味違うぜ。失敗？え？失敗言ってたよ今。あそこ入れる？入れないわ。これはあれか？前と同じパターンか？あなんか急に黒くなった。あ日が変わったか。体力持つかな。誰これ入ったらどうなるだろう。入ったらうーい、これ出たら捕まるんかな。これで今ゴロつきだよな今の感じな。警察に突き出される感じじゃないよな。クエスト失敗何？あいなくなった。これあれやよな。美味しい肉、あるから、一旦あれか。私に行った方がいいか。なんかめっちゃ久々だな。変な話だけど、下の町に行くの。めっちゃ久々やんな。アイテム大丈夫だよな。さすがに足りるよな。電子部品だって。あ、なんかごめん。そうだ。最近寄ってないけど、なんかお前今更だけど情報ある。ごめん、結構いい身なりになって帰ってきたけど。はい、ドブロクありやす。ありがとうございます。ドブロクもらってるもんな。極楽施設。町の連中がお宝を捨てていく。宝探しは心底楽しいぜ。爆弾には注意よ。あ、あれか。だから、あれか。単に。あれか。なんだっけ。ゴミあさりの話をしてるか。連打で聞いてみるか。多分これゴミ箱ダイブの話をある程度やってると進むんだろうな、これな。あー、スプリングね、なんかスプリングの話、あったなー。スプリングの話あったなー。2回目かなんかに死んだ時に、初回だっけな。これ多分話を聞くとね、スプリング出てくんだよね。確か。なんかそんな感じだった気がする。てかあれだな、やっぱ街だと、あんまり、クラフト用のアイテム集まらない感じするよな。てか売ってないからな。多分。それがあるな。あ、スプリングあった。オッケー。カウチのバネね。これはなんかイベントアイテムなんだろうな。これを、3つ集めて、
行くと。いや、なんか心に余裕があるな、昔と違って。めちゃめちゃ心に余裕があるぞ。違う違う、え、どうだっけ、この辺だった気がするな。お前か、うい。虹色のクソが出るほどうまいグラグーラッシュを使ってやろう。え、うん、スペシャルグーラッシュフェスト。おお、ありがとう、クリアした。これ信頼が上がったりしないのかな。食料袋、廃棄用コンテナ、はいはいはい、見つけたら持ってこいよ。おお、新しいクエストか。あー、レシピ教えてくんないのか。これ多分なんか信頼が上がらないといけないんだな。これで、あれ、ちょっと待って、これさ、あれ、この人の話ってなんか他にも繋がってなかったっけ。もう一個のなんかとこの方にも繋がってなかったっけ。違ったっけ。なんか焦っちゃったな。スプリング、あった、あと一個か。あ、ここか？ん？あ、お、ビーフケーキだ、そうだ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 。これはあれか、この人たちのなんか解決しろってやつか。はい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 。バロンっていうシェフ、え、バロンっていうシェフってあの人じゃなくて？どこでクエスト見るのが一番わかりやすいんだこれ。犯人、あー、椅子か、椅子の話か。お前が椅子取ったんだろう。誰だっけ、この人だっけ。違うわ、こいつだ確か。ビーフケーキだ、うんうん、かも。ロールパン2つとハム。ロールパンあるよな、ロールパンってさっき買ったやつだよな。ハム、ハムか。ハムないな。ハム全然記憶にないぞ、ある場所。もう持てないんじゃないこれ。持てるか。結構重たいけどな。で、いろいろ、レオスはこの場所に、上手に保管してる、なおさん、建築材料が必要だと言ってた。うん。ビーフケーキは食料がない。あ、そう、フェスタ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 。オッケーオッケーオッケー。女友達が欲しいらしい。うん、と俺がやるんだよな、覆面執行に。はいはいはい、この話。やっぱこの人たちも覆面執行人にやられてるんだな。うん、これ選挙で、クエスト的にはエンターテインメントの質。クラブ。建築材料。いや、わからん。むずいな。なんか、どれもあんまり見たことないアイテムやな。